2019年に茨城県で開催される第74回国民体育大会2019生き生き茨城夢国体飛べ羽ばたけそして未来へ、国体正式種目である37競技が2019年に茨城県各地で試合を行います。また生き生き茨城夢国体マスコットキャラクター茨城キーも国体を一緒に盛り上げます。今回レポートでは国体種目の中から4種目をご紹介し、その競技に取り組む選手の素顔に迫ります。今回から始まりました宇藤文子のもっと踏み込んで、今回は宍戸ヒルズカントリークラブ練習場にやってきました。そうなんです、今日ご紹介するスポーツはゴルフということでこの場所にやってきたわけなんですが、今日こちらの打ちっぱなしの練習場で選手がもうすでに練習をしているようなんですよね。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。今日ご紹介するのは松陽学園高校1年生の畑岡奈紗選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。畑岡選手は茨城県笠間市出身で、2013年全国中学校ゴルフ選手権秋季大会で第4位、2014年日本ジュニアゴルフ選手権競技女子15歳から17歳の部で第2位、昨年末もフロリダ遠征に出かけたり、世界大会でも多くの、ね、大会で活躍していらっしゃいます。得意クラブはドライバー、平均飛距離は240ヤードということなんです。そんな畑岡選手なんですが、10歳からゴルフを始めているということで、ゴルフを始めたきっかけはどんなところにあるんでしょうか。はい、母親と一緒に練習場に行ったことです。お母さんということで、お母さんとこう行く機会があったっていうのはどういうことですかね。これ、はい、初めて練習させていただいたことです。あ、じゃあお母さんがこちらにこう勤めてたのかな。はい、そうです。あ、で連れられて一緒に練習したことがきっかけでゴルフを始めたということで、はい、得意なクラブはドライバーということで、平均飛距離240ヤードと資料には書いてあるんですが、先ほど練習を見てたら250のこの壁をスイッと越えていきましたね。たまに越えるだけです。本当ですか。はい、最近はこう250ヤードも飛ばすことも多いですか。そうですね、調子がいい時は芯に当たると飛びます。どんどんね飛距離伸びてるんですね。そうですね。ゴルフをやる上で一番大切にしていることっていうのはどんなことですかね。最後まで諦めずに精一杯やり抜くことです。やっぱり何事も諦めないでやるっていうのが大事ということですかね。そうですね。ありがとうございます。ここまでこういろいろ聞いてきたわけなんですが、ここで文子の踏み込みポイントということで、選手の素顔にググッと迫るような質問をしていこうと思います。ズバリ畑岡選手にとってゴルフとは何でしょうか、教えてください。はい、じゃあボードを出していただきまして。大好きなスポーツです。大好きなスポーツいただきました。やっぱりすごくこう辛いこともあるってね、先ほどおっしゃってましたけども、それでもやっぱり大好きですか。はい、大好きです。なるほど、やっぱりね、そんなことがあっても大好きなスポーツということですね。松陽学園高校1年生の畑岡奈紗選手、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも畑岡選手をぜひ応援してください。そして最後に、奈紗選手のお母さん、そしてゴルフ部の顧問の先生に来ていただいてます。それでは最後一緒にせーの、奈紗頑張れ。以上、宇藤文子のもっと踏み込んでのコーナーでした。